作っていただくことはすごく目標にしてましたし、こうやって作っていただいて本当にありがとうございます。歌詞にも書いてある通り、浜の未来を未来、浜の未来を担って、ベイスターズと優勝できるように頑張りたいと思います。これからも熱い応援よろしくお願いします。まずは応援歌を作っていただき、本当にありがとうございます。自分もまだ2年目でまだ何もチームに対して貢献ができてないんですけど、これから、歌詞にある通りシャープに打ち返していきますので、大振りせずにシャープに打ち返していきますので、この後も応援よろしくお願いします。はい、それでは次、柔道選手に行きたいと思います。